うん、心地よい疲れですね。ぐらいですかね。振り返ってみて、まあ、ついてました。中林さんのかぶるんですけど、まあ、9節のオーラスの自分の選択っていうのは、まあ、まだ自分の中でも答えが出てないまあそれが功を奏して決定戦残れることにつながったのは、まあ良かったかなと思います。伏せると最終戦、まあ、自分が2位確定するんで、最終戦3、4位と別宅で戦える。開けると、まあ、もう1局があって、その現状4位の堀さんに破滅も条件が残るんで、まあ、それを満たされると、まあ、自分が3着か4着に落ちて、まあ、最終節が、まあ、その3着4着と同卓っていう状況で、まあ、自分は転売してるんですけど、まあ、オラスの親で伏せて、まあ、別宅を選んだっていうのが、まあ、結果はうまくいってよかったなと思います。まあ来月再来月、まあ、20半ちゃんまたしびれる麻雀が打てるのを、まあ、堪能したいと思います。応援よろしくお願いします。